北海道コンサル札幌の宮崎弘樹です。たくさんの制限がある中、2022シーズンも応援いただきありがとうございました。厳しい戦いが続きましたが、今シーズンも J1 残留を果たすことができました。ですが僕たちはもっと上を目指しています。そのためにビクトリーロードプロジェクトというプロジェクトを立ち上げ、クラウドファンディングを実施します。これは僕たちトップチームを強化していくプロジェクトです。2023年シーズン一つでも多くの勝利を積み重ねられるよう、皆様の思いを乗せたご支援よろしくお願いします。